食べるノート第11話。長崎は今日も雨だし、傘が裏返るほどの風も吹いてきたようだ。今年の誕生日に傘をいただいた。立派なコウモリ傘だ。さて、いつ刺そうか。新品の傘を早く刺したくて、雨が待ち遠しかった頃を思い出す。コウモリ傘の修繕はいかがでしょうか。拡声器を鳴らして傘の修理屋が街を巡回していたあの頃が懐かしい。そう、かつて傘は壊れれば直して使うほどの貴重品だったのだ。現在自宅の傘立てはどこで買ったかもらったか、はたまた見知らぬ誰かのか、出所不明のビニール傘に埋め尽くされている。そんな傘、強風にあおられ裏返しになることがある。その状態をちゃんぽんになると言っていた。勢いよく振れば元通りになるので壊れたわけではない。地方によってはおちょこになるとも言う。多分こっちが多数派だろうが、今日はちゃんぽんで通したい。ちゃんぽんの丼に形が似ていたからだと僕らは思っていた。裏返った微分に雨水をため、友達に向けてぶちまけて遊んでいた通学路。雨が止んだら傘でチャンバラごっこをして遊んだ放課後、懐かしんでいたらお腹が空いた。そうだ、ちゃんぽんが食べたい。傘が裏返った姿を想像してもらうといい。ちゃんぽんの器は底が浅い。具がスープに浸りきっていない。いわば半身浴の状態で供される。これがちゃんぽん特有の最後まで野菜のシャキシャキ感を損なわずに食べられる奇跡を生む。食感もさることながら最大の魅力は食材の豊富さだと思う。キャベツ、もやし、人参などの野菜陣は言うまでもなく強火で炙られアルデンテ。本来は主役であるはずの豚肉は控えめな存在で陰から支えている。牛や豚とは共演 NG と噂されていた海の名優、エビ、イカ、アサリは己の旨味全てを出し切って捨て身の貢献。さらに海産物の援軍としてナルトやさつま揚げなどの漏油も控えている。そして最後に主役の麺の登場だ。あの黄色い中太の汁絡みの良い彼らが美味しいところを全て持っていく。この黄色い麺はもつ鍋においても終盤の店をさらっていく憎いやつだということを付け加えておく。ああ、ちゃんぽんが食べたくなったが、悲しいかな、専門店が少ない。なんとか見つけてちゃんぽんが出されたら店主にソースが欲しいと言ってみよう。普通は怒られそうな展開だが、店主はにやりと笑ってお客さん通だねという不思議な食べ物なのだ。ああ、ちゃんぽんが食べたい。ここはどこだ。どこに迷い込んでしまったんだろう私は。ということで第11話、ちゃんぽんの話なんですけれども、長崎じゃなくちょっと海を越えて、ここ韓国はソウルに来ています。手近なところでちゃんぽんもないんで、実はですね、ソウルの名物、あ、どうぞ、すいません、どうも、このね、よりよりドーナツ、これ長崎にもね、よりよりっていうお菓子があるんですけども、それに似たドーナツが非常に美味しいということでね、いただいてます。いただきます。さっきマネージャーさんが試食して顔が変わった理由が分かりました。すごいね、
行列して並ぶだけのことはある。中がもちもちなんだね。おいしい。これが今ソウルで行列を作ってまで買うというよりよりドーナツでした。そういうわけで本日は韓国ソウルからお届けいたしました。